このほど川崎市の北部登戸に市民待望の教養と文化の殿堂多摩市民館がオープン。10月1日から利用されています。地下1階地上6階の館内には数多くの市民の文化活動の場があります。焼き物や日曜大工などで利用できる実習室や各種の会議に使える大小の会議室が5部屋、そして和歌やお花、お茶の稽古には立派な和室もあり、料理の勉強もできる設備も整っています。またレコードコンサートもできる音楽室や体力づくり、美容に役立つ近代的な器具を備えたトレーニング室まであります。900人入れる大ホールで日本の芸能に接する人たち。ここは市民の実生活に即した教育文化の総合センターです。市では皆さんが親しんで利用されることを期待しています。